朝は粉雪だったけど昼にはボタボタになりどんどん積もり始めた久しぶりの東京の雪転ぶ人がたくさん出て危ない状況だったので凍結する前に書いてしまおうとシャベルを持って人が通る道をやり終えた時途中からポキリと折れて全く使えなくなって肝心の僕の家の玄関や駐車場はできずじまい